カンダウの顔6針縫う怪我をしていた。もう終わったと思いました。女優でタレントのカンダウノが8日、自身のインスタグラムを更新。5月末に顔を縫う怪我をしていたことを明かした。カンダウノ、顔6針縫う怪我がん帯姿でテレビ出演。カンダは7日放送のバラエティ番組、相席食堂、朝日放送に眼帯をした状態で出演。相席食堂をご覧くださった方々、眼帯をしての出演にびっくりさせてしまってごめんなさい。実は5月の末に眉毛と目の間を6針縫うという顔に怪我をしてしまいましてと眼帯をしていた理由を告白。番組出演は怪我をする前に受けた仕事だったため眼帯をしての出演となったといい、放送ではお見苦しくてすみませんでしたと謝罪。怪我をした後の YouTube 動画は怪我をする前に取りだめしていたものをアップロードしてまいりました。そしてインスタ写真はもっぱらお料理ばかりで、ようやく晴れが引いた段階で怪我した場所を加工したり眼鏡をかけたりして、なんとかお顔出ししてきましたと説明した。また夕方には怪我をした後の動画を投稿することを事前に報告し、なぜ怪我をしてしまったのか再現しながらご説明しているものです。ぱっくり切れていたのを見た時は、ああもう終わったと思いました。お顔ですからねと心境を吐露。嘆いていても時間は巻き戻せない、自分の不注意で起きてしまったことですから受け入れるしかありません。家族に慰め支えられながら今は元気です。これが娘でなくて本当に良かったって、もし娘の顔に傷がついたらそちらの方が嘆き立ち直れなかっただろうから、私で良かったと、とにかく今は元気なのでご心配なくですと綴った。